別所電線製造所と申します。こういった、胴体をこうロープのようにねじってる加工、0.05 からだいたい 0.18、髪の毛ぐらいの線の細さを、一本一本集合しまして、それをこれですと7つより7個に集合したものをこう束ねてロープのように折ってます。胴体をこのように、編んでる加工をしている会社になります。こちらの変装線も同様に0.0 から 0.18 の素線を使いまして、このように左右にで、これ以外にもあと後加工になりますが、こういった端子をつけてボルトで取り付けやすいように、お客様の使いやすいように加工もさせていただいています。弊社が今一番推しているのがですね、フレキシブルバスバーと言いまして、このようなシャントワイヤーの形なんですけれども、銅の板のバスバーや、コーペル、こういったものでは取り付けなどにズレがあったりとかすると取り付け性に困られるということで、弊社の風船を使ってフレキシブルに使えるようなバスバーを提案させてもらっています。こういったものは全てオーダーメイドで、お客様の図面をいただいて制作していただきますので、もし何かありましたら気軽にご相談いただけるとありがたいです。